はい、もう決勝です。どこのチームだ、流星、明石、ウンデルのチーム対関戸、竹山、星空のチームです。先方は竹山さんのノエル対明石さんのアザエル、ノエル、アザエル。まあ今のところどっちも強いと言われてる感じのキャラかな。ノエルはまだ強いんじゃないですかね。ロクシー吸い込んで、あ、新要素グローラーから最速で打っていく。あー、サンディから痛いよ、すげえ減ってる、4300。まあもともとそんぐらい減ってたから、まあもともとそんぐらい減ってたから、いやそれでも許されないからさあ許されないキャラ対許されないキャラ、グローラー、あれ無敵なくなったんじゃないの、え、今無敵なくなったんじゃないの発生が早いから、それ変わってないんじゃないかな、B かな今の。西チャンバー状況が良くなってるらしい。グローラ、え、ちょっと無敵技見たく使ってるけど無敵技じゃないんだよな、あれは早いっつって。4D、2D、6B、 あ、6D だった、ごめん。 A から拾ってバーソ、マイステマイステ、ジャンシー引っかかってしまう。チャンバー、なんかあのチャンバーの吹っ飛び方アンリーっぽいよな。ジャンディ 6B、 C6B、 ブルーム投げー、なんだフェニルを警戒したのかな。さあアズラエルドット、あれだ、これワンコン入んじゃね多分。え、あー A が強かったけどこっちの邪神も強い。さあ最終ラウンド 2B2C、から使って邪神、やっぱこれ邪神強いな。さあ 4C6C、 さあつながらなかったところに A が刺さって、ノエルのターン 6C からチャンバー、 A は拾いずダッシュ出なかった感じかな。これはダッシュしなくても当たる。ジャンディからいつものコンボ、ブルームトリガー3200、いいダメージ。 6B 見えずバスト、ジャンシー、いや嫌な展開、これは当たる、吹っ飛んで2200、ダメは分からない。あーあー、それすぐそれさあせん、いや今関野さんがいい。さあ次出てきたのはアンダーのテイガー。あ、そうだ、アンダーのいい名前あったら募集中なんでお願いしますそれすごい本名なんで、ま、なんで打ち切ったの。エースレー、ハンバー、さあ、さあ、なんだこれ、これはどうなの。ビスレー、ハンバー、さあ、これはお祭り状態になっている。ビスレー、これ、真面目にやる気ないだろ、お前。あー、タマム的。2D、さあ、ガメージ。一気に飛んで、A ドラは飛んでる。さあ、バースト。クソプレイでもこんだけ減ってるさあ対策を知らない、対策を知らないとしょがられてしまう。西スカって6位 A スレが潰れたのかな、 A スレか B スレかな、どっちか分かんない。 2B 拾って 2D 漏れる、 5D スパーク、なんでラッピャしたの、どうなの。いいよ、さあこれは死ぬんじゃないの。あ、ノエルが死んでしまったって。ちょっとウンデルのファンがいなくなるよ、いいのそれでゴミなんだけど、もううちの立ち風若手がもうみんなゴミだよ大丈夫かこれ、
いい人が消えてゴミだけ残ったっていう。あー、ビードロがつながって、スレッジハンマー2B 引っかかってしまって、バースト2人よく見ている。これはうまい。あー、うまいけど下手。2D、あ、2D じゃなくて 4D、 さあ 4D しか見てない。 4D っていうか、まあ突進技しか見てない。さあだいぶ慣れてきたかと思いきや引っかかってしまって、勝ったのはアンダーのテイクワン。次出てきたのは星空さんのアラクネ。まあテイガーにはアラクネは順当でしょう。ただ稼働将棋強いテイガーにどうやってさばくかが硬い。平野、まあここら辺は変わってない。とりあえずスパークを貯めてから試合を開始する。だがラクエンゲージは結構溜まっている。ドラスってガジェット、じゃんけん、勝ってモメントからの、あ、ここまで拾えるんだ。なんだなんだ、あ、あれはどうなんだ、あれ、投げすかジェネとか、あれはもうなくなったようなもんだと思うんだけど。中段立っている。2位からさあよくわからない、ガーギャオボトルからのこれだ、ゴディB スレーター CA6A6BB マグナティックオイル1本目はテイガー。さあ前の試合でゴミな立ち回りをしたテイガーと思えない、割と真面目にやってる。あー CMC が暮らして光ってるっていうけど、あれ光ってる、まあ、確か光ってるんだよなあれ。さあここら辺はここまではアラクネが順当にテイガーを封殺している。車輪でパーフェクト、一気に取り返してファイナルラウンド。2A か上立ち見包丁を濁して離れていく。平野、あ、平野じゃねえや、雲スパーミュースパーク、あ、おいしくない。 6A 最大ダメ、バースト4で 2D カウンター 5D7、 A から構成を切って、裏だかな今の、多分パリン。さあ G6 はついてるのでまだ分かんない。中段カウンターシール、あれは設置になったらそうですね。あ、死にましたねこれ。どう勝ったのはテイガー。対象できたのは赤道ラグナ。まあラグナテイガーどうなんだろう、 6A から 5D とか2、まあキャンセル量と増えたからそこら辺楽にはなったと思うんですが、あ、まあ T ボタンキャンセルでも大体 6A から 5D だと思うんだよな。あれあんまり変わってない。ベリアル C から落として2AC 固めている。 2D とりあえず離れて立ち火さして窓デッドスパイク、 6A からベリアルのコンボ落としてしまうが 2B がダブルアップになって、あージェネってさあもう一回ジェネったら死ぬぞ。気をつけてガーキャンボディオルム、気をつけて、あてかゲージじゃなかった、よく考えたら。ニリ捕まえた、ビードラこれは死ぬかな、ボーンボヨーンつって。ただなんだスパークないときはあまりビードラしたくないそうですね。まあやっぱ立ち場に戻っちゃうんで、やるんだったら A ドラとか他のタグの方がいいらしい。
という運んでる情報。さあ珍要素見えるかなと思ったらうまくベリアルが繋がらず、あなんだミリー、あむずいのか。さあ対空はうまい、 C から5D モード、ルズファング、ダメがちょっと見えない、2600かな。投げてダッシュ、ここら辺は変わってない、既存コーンダメも変わってないかな多分。スパークリーインベルのディバイダー合わせて、さあどうなるかなファイナルラウンド。立ち回り、まあテイガーの使ったところに刺していくのがラグナの戦法でしょう。ボディジャンビー AAC6B 立っている、ボディ AA とりあえず磁力切れるまでなんとかしたかったけどもう切れてる。ボディデッドスパイク C 固めで中段は立っている。まあラグナはだー、まあラグナ体力低いって言ってもさすがにバースたまるか。これはディーインフェルディバイダー横吹き橋落としたかなかった。あーこれはやばい、今のはジェネが5シーに負けた感じかな。あーそれあーあー関野さんちょっと見てよあった今さあこれはどうだろうか分かんない、ガーゼって、さあすごいセイムアタック DC やばいやばいこれはやばい、 5D B スレ、あ今のあああああ投げて、ああああああ、いろいろあった、勝ったのは関野さんのラグナー。さあ対象対象戦出てきたのは流星のカル、あれちょっと待てよ、いやあいやさすがに赤石さんはいいやいやもしかしたらあっち行ってゴミしかいないのかなと思ったら両親が赤石さんがいたわお、なんかせなんか姉ちゃんがすごいなんか手を高く上げてたんだけど、ハハハハ、 CD つなげる、うまい、あー危ねえ、あーブリオが当たってしまってガメアジ、さあいろいろあったが捕まえてノーカル、おーうまい。さあ C マダオからヘールズファング落として、ブリオは立ち身ちゃんとかすれて潰している、ああ後ろ怖い。さあこれは姉ちゃん回復させるためにオーバードライブでしょう、もらって、あーあ怖い怖い、立ち身戻って、あボランティア来る前に投げている、いい対策エルスファング。さあ流星はバリアがないと思ったブリオが刺さってバース剥がせる、ちょっと姉ちゃんが怖くて2B 暴れ勝って8にゲネラルパウゼ死んでしまう、1本目は流星ちょっと俺にはよく分かんなかった、立ち見早々に捕まえていい感じ、中段は見えず飛ばして画面端投げてデッドスパイクに合わせてバースト、姉ちゃんが高速でどっか行ってる、あー兄は 6D でかわして、あブラッドサイズ当たらず、なんか今挙動はおかしかったけど BC 落として C ガントレット、よく見ていた今のデデレッザー読んでたんですが流星も読んでた、熱い攻防 6K から
何もしないで、とりあえず回復6に投げ潰し、デッドスパイからガーキャン、ここわからないぞ、ウロタクが今度もちゃんと見ていた、あー CD ミスってどうなる、姉ちゃんは死んでるぞ、何か当たればラッキャンで死ぬ、ジャルシーよく見てる、タッチ6秒立っている、22さあ熱い最終ラウンド、ブリオこれブリオの参加高いな、やっぱここ1500減ってんだけど、ふざけんな、5進3進方向、これはつながってしまう、ボランティアが来てるぞ、さあ A に合わせてバースト、厳しい展開が裏回ってしまって、勝ったのは流星ということで、今回の優勝は流星のカルル、明石アズライル、アンダーのテイガーとなります。おめでとうございます。そうだな、とりあえず対抗戦の告知じゃない、はい、じゃあ今日はうっかり準優勝してしまいましたが、完全にうっかりでしたがでも俺一応仕事したからね、危ねえ危ねえ、で、あさっての12日なんですが、立川勢 VS 八王子町田連合軍、対抗戦を八王子セントラルの方で行わせていただきます。15対15ぐらいのだよね、対抗戦です。で、何時から15時開始なんで、多分14時とかに集まってくる、まあ多分みんなもっと早くから来ると思うんで、皆さんぜひ、見に来るもよし、のじめするのもよしで、ぜひぜひ一緒にこの対抗戦盛り上げていってほしいですね、よろしくお願いします。というわけで配信もあるんでね、台風の影響で家出れねえって人は、ぜひ配信の方ご覧いただけると嬉しいです。最悪中止もありえるんで、その辺は、ご了承ください。はい、でそんなわけで、バージョン2始まりましたが、これからも立川勢一同頑張っていこうと思います、よろしくお願いします。というわけでこの辺でーす。